スマホ買っちゃおう、モバイルドットコム。このレモンサワーめっちゃうまい。どうもちえほんと、今日は飲むぞ、つばきです。はい、よろしくお願いします。今日はですね、いつもと違って、まあ、かなりゆるくやっていきたいと思います。はい、こっち事情なんですけど、これね、めちゃくちゃうまいんだよ、このレモンサワー。入れすぎた。めちゃくちゃ入れるじゃん。はい、今回なんですけれども、Xperia 1 Mark II か、Xperia 10 Mark II、どっちを買うべきなのかっていうところをご紹介していこうと思います。イエーイ。だいぶね、ちょっと緩めにやっていこうかなと。まあだからそれぞれね、どんな人におすすめなのかっていうところも含め解説していこうかなと思います。ちょっとお酒なんかね、挟みながら、はい、ゆっくり、まあ楽しんで聞いてもらえれば。ラジオ感覚で今日はね、行こうかなと思います。それではまず早速ですね、 Xperia 1 Mark II のスペックをまとめておきたいと思います。読み方は Xperia 1 Mark II、 ディスプレイサイズが約 6.5 インチ、 4K で有機 EL に対応しています。疑似的 90Hz のリフレッシュレートに対応していると。早いんだろうね、この辺ね。うん、めちゃくちゃ楽しみだわ、ここ。CPU には Snapdragon 865を搭載してます。メモリは 8GB。まあこれね、コメントにもあったんだけどね、12GB がやっぱ良かったっていうコメントあった。うん、やっぱそうなんだね。まあね、やっぱね、シャープさん、12GB でやっちゃったんで、うん、そう、頑張ってほしかったねっていうのは確かにある。実際何に使うんですかね。まあそこだね、うん、結局。まあ、ただ、その、一応 Xperia 1 Mark II ってゲーム機としても宣伝をしてるというか、あ、そうなの？そう、そこもちょっと力入れてるんで、まあ確かにそこを力入れてるなら、まあ12があってもよかったかなっていう感じですよね。なるほどね。うん、で、カメラなんですけど、カールツアイス。まあいいよね、これ。標準レンズのみ、カールツアイスのレンズを採用して、4眼カメラになっています。まあ4眼っていうのがね、いいよね、やっぱね。うん、初めてだね。まあ、トフ、レンズを足されてるんで、多分より正確になんか 1K、例えばリアルタイム、瞳フォートフォーカスとか、この辺多分使ってると思うんですけど、いいよね、やっぱ1。もう酔っ払ってないですか？え、なんですか？そうですね。まあ4眼ね、いいよね。4眼いいよ。雑いで。個人的に注目したいのは、今回10 Mark II の方、ナイトモードが搭載されたみたいなんですけど、 Xperia 1 Mark II はどうやらナイトモードがないみたい。そう。で、その辺がね、どうなんだろうと思って、まあおそらくね、夜景もかなり強いとは思うんですけど、うん、個人的にはすごい気になってるとこですね。どんな写真が撮れるんだろうっていうのと、やっぱカールツアイスが入ったことで、その標準なんですけど、この標準レンズに入ってるんですけど、雰囲気がね、多分だいぶ変わると思うんですよね。気になるよね。うん、めちゃくちゃ気になる。全然スペックから進まないわ。廃止されたフロントスピーカー、おかしいね。おつまみね。で、廃止されたフロントスピーカーが復活しました。これね、フロントスピーカーね、好きな人絶対多いし、Xperia ってね、やっぱフロントスピーカーがね、いいっていう人絶対多いと思うんですよ。あ、そうだね。前回このフロントスピーカー、そういえば言うの忘れてた。そう、これをね、言うの忘れてましたよ。これ大事、うん、すごく大事なんですけど、復活してます、うん。廃止されたイヤホンジャックがこちらも復活してます。うん、これさ、イヤホンジャックを一回廃止して、うん、廃止して復活させるっていうのって結構勇気いると思うんですよ。そうなの？だってそうじゃない、なんか大々的にさ、もう一回廃止されたものってなんだろう。まあ確かにそう。それをだっていいと思って廃止したから、確かに。それをさ、戻すっていうのはね、そう、覆すっていうことは結構勇気ある判断だと思うんですけど、うん、まあ、この選択はね、すごくいいんじゃないかと。で、コメントで前回のやついただいてたんですけど、うん、なんかイヤホンジャックにマイクを挿して動画を録音する人にもやっぱ嬉しいっていうコメントがあって、あ、確かになと思って。確かにね。で、そういう人にとってもいいし、やっぱり有線イヤホン好きな人にとってもいいし、うん、まあ、訪れがね、やっぱゲームとかするとないんで、うん、そういうのにはいいのかなとすごい思います。次に IP68 防水防塵対応で、ワイヤレス充電が対応になります。まあ、これは好みもあると思うんですけど、僕はね、すごく嬉しかった。そうですね、うん、よく使うんでね。で、あとバッテリー容量がアップしてます。 4000mAh で、ね、これ 5G 今回対応してるんですけれども、うん、5G ね、おそらくね、バッテリーの減りがめちゃくちゃ早いんじゃないかっていう。噂なんですか、それは。これは噂です。まだね、実機が使えてないんであれなんですけど。どうなんでしょうね。そう、他社がね、一気にバッテリー容量を上げてきてるんですよね。Xperia に限らず。ってことは、やっぱりなんかその 5G でバッテリー消耗が激しいのかなと。予測もできたりとかして、まあちょっとこの辺は気になるところ。はい、で、あとソニーのこの今回の Xperia 1 Mark II なんですけど、5G 対応だけどミリ波は非対応。うん、
5G ってね、電波というか、まあ、バンドが2種類あるんですけど、片方が6サブっていう、まあ、一般的に使う、あ、難しいな。いいよ、でも説明して、うん、そう、6サブっていうのが、まあ、なんだろう、広範囲に使える、まあ、電波、うん、まあ、みんなが例えば外に出歩いたりとか山奥行ったりとか、うん、結構遠くまで届く、まあ、電波なんですけど、はい、ミニ波の方はピンポイントで高速な電波なんですよ。だから広範囲には届かなくってピンポイントで速い、うん、のが特徴、うん、まあまあ、難しいんですけどまあだから要するに何が言いたいかって、ミニ波が対応してないと、まあ、完璧な 5G スマホではないのかなっていうところですよね。なんか食ってるけどはい、次行ってみましょうか。これ美味しいですよ。これね、めちゃくちゃ美味しいよね。うん、これめちゃくちゃ美味しいね。これジーホンさん、チョコ嫌いだけど食べれるやつなんですよ。そうなんですよ、これね、美味しくてね、食べれるんですよ、うん、食ってないのに食べたくね。はい、Xperia 10 Mark II のスペックちょっと確認していきたいと思います。読み方は Xperia 10 Mark II と言います。約6インチの有機 EL ディスプレイを搭載してます。スナップドラゴン665を搭載、メモリが 4GB、 いわゆるミドルレンジモデルになります。カメラなんですけれども、標準超広角望遠の三眼仕様になってます。で、ナイトモードも追加でされてると。うんうん、うん、初のナイトモードなんですよね。そう、Xperia シリーズ初ですね、ナイトモード。うん、うん、だからね、意外と大体的にっていうか、その発表会の時に Xperia 10 Mark II ってほとんど紹介なかったんですよね。あ、そうなの。そう、もう最後ね、ラスト1分ぐらいチラッと出てきたぐらい時間なかったのかな、うん、というよりもなんか Xperia 1 Mark II にちょっとかなり力を入れてたんで、うん、やっぱそっちが力入ってるよなって思ったんですけど、うん、Xperia 10 Mark II の仕様を見る限り、うん、いや、これもぜひ紹介してほしかったなというか。なんか見た目可愛いよね。そう、これね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。カラバリが4色ある、ちょっと全然話関係ないけど、うん、そう、カラバリが4色あって、うん、ミクカラーと呼ばれるミント、ミントが初音ミクみたいなやつ。そう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 、昔ね、結構人気だったんですよ、このミントカラー。昔から Xperia 好きな人はこれね、嬉しいんじゃないですかね。僕もミント欲しい。そうなの。もう買うならミントかなって思ってるんですけど、なんかちょっとガラスっぽい感じで綺麗そうだよ ね。で、実際の実機の写真も見たんですけど、あんまりチープ感がなくて、うん、まあ、確かになんかどっちかというと可愛らしさがあるというか、うん、可愛い、ね、可愛らしいよね、このなんか Xperia 8 よりも可愛いし、うん、なんかね、高級感も少し感じるような 気がするね、見た目あるよね、うん、そうなんですよ。だからすごい欲しい。あ、でちょっと話戻って、うん、で、バッテリー容量も増えてて 3600mAh を搭載で、重さがねすごいんですよ。約 151g、 iPhone8 がね 148g なんで、まあ、iPhone8 を想像してもらえると分かりやすいと思うんですけど、まあ、3g しか変わんないと、 iPhone8 と。そうなんだ。そう、そうか。そう、 iPhone8 ね、4.7 インチですよね。 Xperia 10 Mark II って6インチなんですけど、うん、縦長なんで、まあ、アスペクト比的にはちょっと違うんですけど、うん、まあ、やっぱ結構デカめではあるんですけど、うん、軽い。まあ、そもそもね、バッテリー容量がね倍ぐらい違うからね、うん、そう、8だってめちゃくちゃ小さいから、バッテリー容量。そうって考えるとね、あ、やっぱすごい軽いなっていう。確かに、うん、ところです。で、3.5mm イヤホンジャックも搭載、安心の防水防塵対応で、国内発売も決定済みで 5G には非対応となってます。いやーね、これすごいよね、ミドルレンジ。どっちがいいかって難しいですよね。ねー、めちゃくちゃ難しいと思う。だって全然違うといえば全然違いますもんね。うんうん、全然違う。飲むタイミングでねえと。はい、じゃあここからはですね、どっちがいいかっていうか、まあ、どういう使い方をする人におすすめかっていうところを、まあ、それぞれ出していきたいなっていうところなんですけど、はい、まず最初、カメラ重視なら僕は断然 Xperia 1 Mark II をおすすめしたい。うん、やっぱね、カメラはね、すごい Xperia 1 Mark II 今回すごい気合入ってる。で、ちょっと細かく見ていくと、まあ、先ほどカメラ仕様は言ったんですけど、例えば Xperia 1 Mark II は1秒間に20コマ撮れて高速連写ができるっていうのなんですけど、で、あと最速の 0.03 秒の高速オートフォーカス、あとリアルタイム瞳オートフォーカスが今回は結構強くて、まあ、動物対応なんですよね。そうだよね。そう、どれくらい追っかけてくれるんだろうね。走って
ってる、ね、動物でもいけるのか、はい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 、少し動くぐらいなのか、どっちなんだろう。ね、確かにね、気になるね。であとね、あの地味にね、あの変わってるのがね、望遠光学ね、3倍になってるんですよ。これね、Xperia 1は光学2倍でした。だからより遠くまで綺麗に映せるというか、まあ、運動会しようという。運動会やっぱね、遠くから撮るとき歩くない、うん、ある、うん、多分あると思う、多分あると思う。そういう人にはやっぱり Xperia 1 Mark 2の方がいいんじゃないかと。まあ結果カメラは Xperia 1 Mark 2をおすすめしたい。まあ値段がねちょっと違うんでね。そうですね、うん、まあとはいえね、 10 Mark 2もすごい頑張ってて、まあ、トリプルレンズカメラってさ、言ったらもう Xperia 1と同じ構成だし、まあ画素数は違うものの、うん、割とすごいいろんなシーンに対応できるカメラになってるんで、そうだね、うん、困ることは多分ないと思うんですよね、うん、はい、次、ゲーム性能を重視したいならこちらも Xperia 1 Mark 2がおすすめ、うん、まあね、やっぱねこの辺がね、ハイエンドモデルとミドルレンジモデルの違いだと思うんですけど、うん、まあ、ゲームをね重視したいなら、まあ、断然やっぱり1 Mark 2ですよ。そうですよね。そう、次に使いやすさ重視なら断然Xperia 10 Mark 2です、うん、どうだろうね、この辺はね、やっぱねサイズ感の問題に多分なってくると思うんですけど、1 Mark 2の方が大きくて、そう、縦にね大きいし、あの横幅もね、実はあの10 Mark 2の方が小さい、うん、でしかもね、やっぱり軽いんですよね。重さがだいぶ違うね。そう、重さがやっぱ違うし、これ持った時絶対違うと思うから、うん、日常使いだったら10 Mark 2の方が、うん、僕はね結構いいと思います。21対9の比率っていうのは違いますか？21対9の比率は一緒ですね。一緒、どっちも21対9、どっちも縦長になってます。そうか、であとね、あの地味にね、その使いやすさっていうところなんですけど、うん、まあやっぱりバッテリー持ちって気になりません？使いやすさに入ってくるじゃないですか。やっぱり1日使えてこそのスマホなんで、うん、モバイルバッテリーがいるかいらないか、そういうことです、そういうことです、はい、うん、でまああの10 Mark 2はね 4G を引き続き使ってきてるのと、うん、やっぱあの CPU が省電力なんで、うん、まあ、バッテリー持ちがね明らかにいいと思うんですよ、うん、バッテリー容量も増えたし、 Xperia 1 Mark 2は 4000mAh と大きいんですけど、やっぱりね、発熱とかもあると思うんですよ。 5G&、うん、高性能 CPU なんで、うんうん、だからねバッテリー持ちはちょっと心配。1の時どうでしたっけ？1の時もねあんま良くなかったよね。ああそうだっけ、うん、あんま良くなかった。なるほど。そう、5の方が良かったっていう感じなんで、まあ、この辺はねやっぱハイエンドだからこそあるパワーはあるんだけどもっていうところですね、うんうん、はい、最後、どっちも欲しくないともうそれ言ったらダメですよちなみに、うん、チーホンさんはどっちがいいんですか？めちゃくちゃ迷ってて、めちゃくちゃ迷います。迷うのは何で迷ってるの？あのね、Xperia 10 Mark 2ね、サイズ感的にはすごい好きなんですよ。うん、ちょうどいいと思う。多分ね、Xperia 5と同じぐらいのサイズになるんで。うん、なるほどね。で、しかも軽くなると。ってことはね、やっぱり、ね、使いやすいと思うんですよね、普段。ただ、やっぱりガジェッターとしてはハイエンドが欲しいというところで、うん、どっちも欲しいってなっちゃうんですよね、結局。そうか。だから、ね、言ったら椿さんのような使い方をする方、まあ、あんまり椿さんってゲームとかするわけじゃないし、うん、まあ、あの本当にゲームどころか、あのツイッターもしてないぐらいなんで。あんましないですね。うん、だから本当電話、メール、ネットですよね、言ったら。あと漫画見れればいいっていう。YouTube も見る。ああ、YouTube もね。っていうだけだったら全然10 Mark 2でもいいんですよ。やっぱね、価格がね、もう半額になるから。うん。うん、1 Mark 2は倍高くなるし。そうだね、私はそもそも15万するかもしれないものは選ばないですね。そうですよね。まあだからその辺の予算をね、あると思うんで、そこも選びつつ判断していくのが決定。価的にはいいと思います。でもね、本当に今回はね、どっちを買ってもね、多分満足できると思うんですよ。もちろん自分が合ってるものであれば、うん、うん、本当にそれぐらいすごいよくできたものを出してくれてると思ってます。そろそろチョコ食っていいですか？どうぞ。まあ、あのこれな感じで今回はですね、こんな感じであの終わっていきたいと思うんですけど、まあどっち買おうっていうね。で皆さんもあのぜひどっち買う、どっち買おうみたいな、で相談も全然受けますんで、受けますね受けますね。なんで急に大きくなったの？大きくなったね皆さんのぜひあのコメントたくさんお待ちしてます。どっち買おうかなみたいな、うん、買う買わないあると思うし ね、 ね、あると思う。今回は見送るとかいう人もいると思うから、うん、それの意見も聞きたいよね。ぜひ聞きたい。で、まあ、今後ね、あの Xperia 1 Mark 2と Xperia 1の比較だったりとか5の比較もね、ぜひしていきたいね。はい、じゃあこんな感じで今日は終わりたいと思います。
もしこの動画がよろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。チエホングダグダだったよって思った人もグッドお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。